少年革命家として活動する不登校 YouTuber のユタボン14が17日までに YouTube を更新広末涼子の不倫についてのタイトルで新たな動画を投稿した文春オンラインで報じられていた女優の広末涼子と鳥羽周作シェフの「W 不倫」問題についてユタボンは「俺は人が不倫しようが俺には関係ないし」 それでごちゃごちちちゃゃ言ってるやつらが一番気持ち悪いとと思う、と持論を展開。広末、鳥羽氏が不倫を認めたにもかかわらず、その後、週刊誌に交換日記が暴露され、ネットのおもちゃ、になっていることについて、ラブレター公開とかやりすぎやろ。やめたれや、みんなで一緒になってネットで叩いているけど、いじめと一緒やんけ、と、語気を荒らげた。 今年2月からメタバース仮想空間を活用したオンラインスクールに通っているユタボン不登校 YouTuber の立場から俺は学校に行ってないけどそんなひどいこと流行らんとこうって思うしお前ら学校に行って何を学んできてんって思うわ学校で大切なことも学ばんのやったら学校に行く意味ってあんのかと訴えた 動画の途中では過去にコラボした俳優石田純一との対談を公開石田の「いろんな恋愛があっていいじゃないですか?」「不倫を否定したら文化がなくなりますよ」などと話した部分を引用した「ユタボンは人の不倫で騒いだり叩いたりするんじゃなくて自分の人生を全力で生きようぜ人生は冒険だ自由に生きよう」 人の不倫で騒いでたらあかんと動画を締めくくった以下はネチズンのコメントをまとめたものです学校に行ってなくて学んでいないのはこの子だし不倫問題にこの子もいちいち言わなくてもいいと思う何でもかんでも学校と結びつけているけど説得力に欠けるし相変わらずの喧嘩腰口調は止めた方がいいと思う 自分は広末さんの不倫騒動に関しては何の興味もありませんが最近の報道やニュースを見ていて人様の恋愛事情をネタにして簡単に人を非難することにいじめに慣れた大人がたくさんいることの方がむしろ問題だと思いましたなのでユタポンさんが言っていることに私は共感します何かあると言ってたかって一人の人を非難する こういう大人が大勢いたら子どものいじめはなくならないと思います大人を見て子どもは育ちますいじめは悪いことだと子どもに教える前にまず大人に社会が教えるべきだと感じますまたこの記事へのコメントで一中学生子どもに対して非難するようないくつかの投稿を見かけました「学校行ってる行ってない」はその子の事情であり 今の時代、それについて周りが非難することでもないと思うし、何より、子供をネット上で非難する大人ってどうなんだろう、と思いました。ゆたぼん君が広末涼子を知っているとあまり思えないんですよね。ちなみに中村幸也氏は1980年生まれの43歳ですから90年代に流行った広末涼子に直撃世代なんですよね。 そそもそもこの親子の始まりは不登校児支援の側面もあったはずだけど今は見る影もない今のところユタボン君がやっていることは学校に行っていてもできることばかりユキヤ氏もいつまでもユタボンガーを言うつもりなのか中学生にもなれば親が前線に出てとやかくすることは減るはず 他の保護者さんと絡むことがないからこのようなことをしているんだろうなあと不登校会のビッグファザーも看板下ろして義務教育を受ける年齢の児童が不倫を語るなよ物事のよし悪しの判断もできないくせに何でもかんでも学校を絡めるな学校が必要かどうかそれを言えるのはきちんと学校に通って卒業した人だけだまずはやることやってから意見しようか 広末さんのラブレターや交換日記が週刊誌に載るってことは広末さんと不倫相手の身近な人がリークしたってことご家族はとても傷ついて特に夫や妻は怒りと憎しみに震えてると思うよ学校では教えてくれないけど配偶者を裏切って不倫すると大きな代償を支払うことになる配偶者の許可を取って今回恋愛するのは大丈夫だよ 日本のマスコミは確かにひどい。常識や程度を分かった上で下世話な出来事を古代化しゴシップに仕立てて大衆の関心を引いて金にする中には罠に絡め取られ薄っぺらい営利目的だけの宣伝を真に受ける人もいるだろう世の中の少年たちには三面記事など気にせず古今東西の領書をよく読んで人間への理解を深めてほしいと願う ユタボンチャンネルは初期不登校少年の救世主の YouTube として話題になり550万人以上の視聴者があったそして今単なる学校コンプレックスの親子のアンチ叩きの YouTube で好きなことをやるだけの中身なしの状態で視聴者は1から3万人で初期の200分の1くらいにまで落ちている収入がどん底になってるようだが 最近は有名人の言葉を引用したり今回のように広末良子騒動に便乗して視聴者数を稼ごうとしているようだボクシングジュニア選手権に参加したようでそこは見直したただ初戦はジュニア日本2位の選手らしいのでこの挑戦の権をアップすれば視聴者も増えると思う最近 飼い猫の朝の餌の残りを近所の野良猫たちに与えてたら近所の野良猫たちの間で「あそこの家に行けば餌にありつけるぞ」みたいな情報が出回ったらしく夕方になると出待ちしている猫もいますそんな野良猫たちを見ているとかわいそうに思いますが中には近所の飼い猫も食べに来てたりして自分の家で食べないのかな私の家の餌の方が美味しいのかと思ったりします ゆたぼんも来年で中学卒業ですが他人から餌をもらうのではなく自分で働いておいしいものを食べられる様になれると良いですね。次期バスカードが廃止されるため地元バス会社の事業所に使いかけのバスカードを持って払い戻しに行ったのですがしばらく使わないままで時期が弱ったため残高がいくら残っているかわからない状態になっているようでした。 しかしバス会社の方が3000円のパンチ穴が開いてるので2000円と3000円の間なのは間違いない2990円として払い戻しにしますと神対応をしてくださったのです柔軟な対応をしてくれたこのバス会社の方も子どもの頃は学校に通っていたと思いますからやはり学校は必要だと思いました 学校に行っている人を批判するのはやはり彼本人にとって学校への憧れが多少でもあるのかもしれないないとは言いつつも父親や自分が今まで受けてきた学校でのトラウマに対しての恐怖心とかがあるから批判するのかもしれない親はこの子のためにも学校へ通わせるようにしてはどうだろうか 最近では不登校の子向けの教室もあるみたいだし大人と関わるよりは同世代との子とつながる方がいいと思う。